どうもこんにちは、ジルワークスです。今回はバモスのスピーカー交換、これをやっていこうと思います。ずいぶん前にツイッターの埋め込み加工をやって、ツイッターはついてるんですけど、このスピーカーはまだでした。なので今回これの交換と、ついでに、アウターバッフル加工っていうのをやっていこうと思います。ご存知ない方のために、アウターバッフル加工っていうのは、普通これってこうドアの鉄板についてて、内張りが被ってて、で音が鳴ってるんですけど、その内張りの外に出してあげようっていうのがアウターバッフル加工です。内張りにこう小さな穴がついたグリルがあると思うんですけど、それからねこう外に出してあげることで、まあ音の抜けが良くなって音質が良くなる、あと見た目のカスタムになるっていう、まあそういう加工です。それを今回やっていこうと思います。なかなか時間が取れなくて、もうツイッター埋め込みから数ヶ月空いてしまったんですけど、今日どこまでできるかな、仕上げまでは多分無理だと思うんですけど、とりあえずつけて音出すところまではたどり着きたいなと思います。で、このアウターバッフル加工以前もやってます。普段僕が足で使ってるモコにアウターバッフル加工した動画が過去にあります。もしよかったらそっちも見てみてください。で、今回はそれとはちょっと違う方法で取り付けていこうと思います。ちなみにハイエースもやってるんで、今乗ってる車全て僕アウターバッフル加工することになりますね、これもやったら。じゃあ取り付け位置をどこにするかちょっと考えて決めていこうと思います。取り付ける位置なんですけど、助手席はね結構、なんとでもなりそうなんですよ。まあなんか適当にこの辺につけようかなと思うんですけど、バモスは左右でトリムの形状が違って、運転席側がねちょっと厄介なんですよ。運転席側はこんな感じでドアポケットがついてます。で、位置的にどの辺かな、まあこの辺、できればこの辺に取り付けたいんですけど、ポケットにはもちろん被ってしまいます。そして左右対称にしようと思うと、この形状の違いからちょっと難しいんですけど、なるべく対称にしたいんで、対称にできる位置を考えないといけないんですけど、まあこの辺しかないかな。で、このドアポケットの処理は、どうしてももうアウターバッフルには被ってしまうので、もう埋めてしまうか、このポケットを生かしたまま作るのか、まあそれはちょっと内張り剥がして裏の形状を見たりとか、まあやりながら考えていこうかなと思います。これは非常にやりにくいです。しばらく見てあてがっていろいろ考えてみたんですけど、まあ、もう考えても始まらないので、とりあえず切ります。内張り切ってからまた考えます。というわけで、もうザクザク切ってきます。ざっくり印して、もうこれで内張り切ってから考えます。微調整で穴どんどんでっかくなってきたんですけど、位置的にはこの辺で行こうと思います。で、どのぐらいめり込ませれるかは、これまたやりながらですね。で、この鉄板、ここも一応穴開けようと思ってて、まあ、めり込めれば中にこうめり込んでいきたいんですけど、排圧の逃げっていうのがいるんかなと思って穴開けようと思います。ちなみにオーディオに関しての専門的な知識はないので、なんとなくの雰囲気でやってますなのでちょっと間違ってるとことかはねあるかもしれないんですけど、じゃあこのままなんとなくやっていきます。で、このオーディオで一番嫌なのが、片方じゃなくて両方あるんですよね。同じ作業を2回しないといけないのが、このオーディオ系作業の嫌なとこですね。じゃあ助手席の内張り切って、この鉄板ちょっと穴開けて、裏どれぐらいめり込ませれるかちょっと見てみようと思います。そしてだいたい2回目の方がうまくいきます。今回運転席から始めてるんで、助手席の方がまあもう位置も決まって、切る位置も正確に出てるんで、こっちの方が多分綺麗にいくと思います。
じゃあベースになる台座、MDF で作っていくんですけど、リング状に切ってちょっとこう積み重ねて、この内張りの外までバッフルを持っていきたいと思います。まずはこのスピーカーよりちょっと大きめのリングを作って、積み重ねていきます。はい、こんな感じでリング作ってきました。で、これが、スピーカーのベースですね。ベースがついて、ここから化粧ですね、周りの化粧とビス穴隠すリング、これを作ってきました。こんな感じで埋め込んでいこうと思います。で、さっきのリングをここに取り付けたいんですけど、こんな感じでね、ベースマウントを取り付けたいんですけど、この鉄板が斜めになってます。なのでそこをどうにかしないといけないです。まあこれ当たるとこを一回切って、でパテで隙間埋めてまっすぐを出して、この鉄板にぴったりくるようにしてから固定ですね。もうそこまでできればね、かなりその先は早いんですけど、ちょっとこのポケットとの兼ね合いがまだやってみないとわかんないんで、どうなるかわかんないんですけど、とりあえずそんな感じで進めていきます。まあ行き当たりばったりですね。ここはちょっと一回取り付けてみてから考えます。はい、当たるとこ切って、とりあえずリングはまるようになりました。こんな感じで、まあこう積み重ねて外に出していくって感じになるんですけど、この裏が多分何もないので、まあ、ガラスが来るんであんまり奥にはいけないんですけど、まあ、一旦これ切ってどこまで奥にスピーカーをめり込ませれるか、ちょっと見たいので先に切ります。入った入った、これでいいので、多分ガラスも、まあ、ほとんど出てないんでガラスも当たらないと思います。また後でちょっと確認してみようと思うんですけど、これでいけると思うんで、これでとりあえずバッフルの固定をしていこうと思います。とりあえず穴位置決めるのに、このリングをね合体させていきます。でアロアルファで全てひっつけていきます。はい、とりあえず、簡単に固定して、すべて接着剤で引っ付けて、こんな感じになりました。で、これでね、もうスピーカーが付けれます。で、ついて、化粧のリングがこうついて、っていう感じですね。こんな感じです。なので、ここの出面としては、まあ、結構出ました。もう、しょうがないですね。あんまり出すとかっこ悪いんですけど、下の都合とか考えるともうこうするしかないんで、こんな感じになりました。
まあ、ここのパワーウィンドウのスイッチのよりは出てないと思うんで、まあまあこれで仕上げていこうかなと思います。落ちた。で、この辺の、処理、この辺はもうパテで埋めて綺麗にしていきます。この辺もパテで埋めてなだらかにしていきます。なのでモコのやつとかハイエースのやつは半分、この木の半分ぐらいがベースで残ってて、もう半分を内張りにひっつけて、で内張りをはめた時にこれとこれをボルト止めっていう感じにしてたんですけど、もう今回バモスは無理なので、その二分割式っていうのは多分助手席はできるんですけど運転席側が無理なので、もうこのバッフルすべて内張りとひっつけます。でボルトで固定っていう感じですね。なので内張り外す時はまずスピーカーを外して、ここに穴開けたのでここから手を入れてボルトを外してから内張りを剥がすっていう、そういう感じになると思います。はい、こんな感じでマウントが固定されるとちょっとそれっぽくなってね、ちょっとテンションが上がるんですけど、右があるということは左があるということで、左側はまだ何も手つかずなので、とりあえず左も同じところまで進めていきます。はい、とりあえず内張りとか全部戻して窓の開け閉めとか確認してみたんですけど、特に問題なかったのでこのまま進めていきます。結構出たんで、この辺をね、まあ、どう処理していくか、こっからが時間かかると思うんですけど、今日はもうこの後釣りに行くので、また後日やろうと思います。助手席側はこんな感じになりました。結構出ましたね。あんまり出すと大変、後の処理が大変なので出したくはなかったんですけど、まあ左右対称にするとこのぐらい出てしまいました。後日なんですけど MDF に FRP を FRP の樹脂を塗っていきます。この MDF って、まあ加工すごいしやすいんですけど、粉をギュッと固めた板なんかな、あの水とかめちゃくちゃ吸うんですよ。ですんごいボロボロになるんで、FRP でちょっと防水処理と強度アップしようと思います。まあ、もうペタペタ塗っていくだけです。かなり吸い込むので、ごってごてに塗ってこれで乾かします。固まればガチガチになるんで、その後内張りと一体化させていこうかなと思います。というわけで、まあ、ちょっと今回ここまでなんですけど、次回内張りとひっつけて、パテで成形して塗装まではちょっとできないかもしれないんですけど、まあもうある程度形になるところまで次回でやろうと思います。というわけで続きが気になる方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。